はい、皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の永田です。田村です。今回の動画はですね、はい、あのあれですね、守備の名手に、はい、まあ、聞いてきたんですよね。聞きました。低学年のちっちゃい、要はね、子供たちのキャッチボールの指導方法、難しいですね、を、まあ、元プロで、はい、当時はね、その無失策記録、はい、プロのね、無失策記録をお持ちの、まあ、高橋さんですね、はい、に、まあ、奈良さん取材しに行ってくれた時の、そうですね、はい、まあ、でその時にちょっとあれですね、実際スクールでやってるキャッチボールの、あ、そうなんですよ、時間の時に、はい、いろいろ取材をしてくれた、はい、どうでした？結構やっぱり普通のスクールではなかなか教えないとか、はい、ということに気をつけてらっしゃるなというのはすごくあった。ああ、じゃあ低学年ならではのやっぱりそのチェックポイント、はい、注意点だったりがあったわけですね。まあ、大体できないですからね。そうです、ね、まずね、もうプロで模試した記録を当時ね持たれてた高橋さんが、はい、まあ、どういう指導法をされているのか、そうですね、はい、この後早速ご覧いただきたいなと思いますので、はいはい、では動画の続きをご覧ください。どうぞどうぞ。例えばこれぐらいのクラスの、はい、年齢の子だとキャッチボールだったらどこを見られてるんですか？まあ投げ方は気にしますよね。ああ、投げ方と、僕はどうしてもこれはプロ野球の選手が教えてる野球教室とか 見たりとかもするケースがあるんですよ。ああ、同じね、ああ野球教室行ってキャッチボール教えてるなとかっていうのを見ても言わない人結構いるんですけど、ボールを、まあ、まあ一つはまずボールの握りで、手の小さい大きいがあるんで、3本指で、あ、ごめんなさい、ボール拾いも僕の仕事なんですボールの握り方がまず一つから、まあその肩が手が下がってないかとか、まあそういうのはあるんですけど、あのね、お父さんたちで気をつけてほしいのは、はい、握ってるボールの方じゃなくてグラブの方の手の使い方、グラブ、はい、こっちの使い方をおろそかにするとコントロールはつかない。慣れてきたらいいんですけど、上慣れてきたらいいんですけど、こっうちの使い方は下手な子ってやっぱりコントロールも悪いし、リリースがばらつくんですよ。でこっちをしっかり使えるようにしたら、散々言ってるんですよ、この子たちにも言ってるんですけど、忘れてる子が多いんですよ。右と左を対照的に使えればいい、ざっくり言っちゃうと、まあ同じ動き、うん、だからボール持った手が後ろに行ったらグラブは前、はい、でこっちの手を引くのにこっちの手がこう出てくるわけですから、この手をブラッとすればこの手もブラッとこういう動きになる。だからこっちの手で押さえて自分のところへ持ってきて離して、まあ、ピッチャーはこう行ってこういう動きはするんでしょうけど、こっちで抑えられない子はやっぱりコントロールにばらつきが多いんですよね。でキャッチボールだから教える時って大体相手の胸に投げなさいとかって教えるじゃないですか。こんなところめがけてこう投げたって投げられないですよ。だから投げる時は相手の取れるところに投げなさい。もう取れるところでいいよ。もうそんなこと言ったってできないんだから そもそもできると思って教えるから、そのイライラしたりとかするわけですよ。親子でキャッチボール、だからそのキャッチボールは、いや上からのが最初はね、これでもいいと思うんですよ。でもだんだん子供ってこれじゃ面白くないんですよ。で取れないまでも軽くこうやって投げてあげる。で僕は親父とキャッチボールをして顔に当てて鼻血出して寝てた人間だったんで、でも恐怖心っていうのをなくさないと、ゴロ取るにしても何するにしてもやっぱ怖いと逃げるから、だから怖いっていう感覚はできるだけなくした方がいい。で
痛いは当たったら痛いわけだから、だから逃げるんでしょって話ですよ。じゃあ取れよ、じゃあグローブに当てようよ、グローブに当てたら自分の顔には当たらないよ、当たらないからここに当たるんだろって。だからそういうことを考えると、まあ一回当てるんですね。本当はそれは進めないけど赤ちゃんと一緒で、熱いよって言ったって触るんですから。で熱いと思ったら触らないんですから。自分がだから痛い思いをして大きな怪我につながらなければ、本当は痛い思いをした方がいい。それが下手でもなかなか経験できない。だから最初は柔らかいボール、当たってもで大丈夫だよ、でもだんだん硬くなって今度は痛いよ、痛いとなるとどうなるの、どうしなきゃいけないのっていうのを覚えさせてあげる方が本当はいい。まあそういう順、まあ、順番的に言うとね、だから用意どんから取れますよ、投げれますよって、そんな天才少ないんですか。はい、動画見ていただきましたけれども、はい、どうでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。ですね、キャッチボールでやっぱり相手に投げないといけないんで。そうなんですよね、まあ、なんとかこうね、チームとしてはこう、うん、成立さ、早く成立させたら、そうですね、まあ基本なんで、うん、もうちゃんと取れるところに投げて、うん、ちゃんと取れてっていうのが、はい、まあ、早くね、うん、そこをクリアしてほしいっていうのはあると思うんです。そうですね、どうしてもこうね、やっぱり投げる側の、ね、うん、腕とか、あとは、まあ、こう足の使い方とかね、そうですね、どうしてもそっちの方にこう目が行きがちだけど、こっちが、ね、ね、グラブ側の手です、ね、反対側ですね、うん、その使い方がやっぱり結構あの大事だよっていうことですね。そうですね、先に、まあ、そっちをケアしてあげる方が早いんじゃないかっていう。そうです、安定するのがね、コントロールが、はい、でないとこう、まあ、肘の高さだとか、はい、まあ、腕の使い方とかになると、ね、まあ、本当にバラバラになっちゃったりとか、時間かかったりとか、はいはい、まあ、意外とこうなかなか難しいのがここの、その年齢層のキャッチボールの指導だと思うんで、そうですね、まあ、まずはグラブの方にね、はい、手を腕をね、まあ、右投げなら左手ですね、はい、うまく使えるように指導してあげると、うん、まあ、早いですよ。なるほど。多少時間かかっても、その方がこう、あとね、守備についた時でも、ピッチャーに行った時でも、うんうん、まあ、結局は同じことなんで、はいはいはい、そこは安定すると、まあ、コントロールも安定するよと。もちろん全部大事なんですよね、足の使い方とか、ね、はい、気球での使い方だから、すべて大事だけど、まあ、高橋さん的にはその、はい、まあ、低学年とか、はい、まあ、あれもこれもね、言っても、どうせできないし。そうなんですよ、はい、だ結構あれですよね、大人がいろいろ注文つけちゃって、そうなんです、ね、早くね、うまくなってほしいんで、もういろんなことをこう気づいたことを毎回言うんですけど、うん、なかなかね、それを覚えてやれるかっていうと、こう一日ではなかなか難しいので、そうですね、的を絞ってってところですよね。そうですね、でもまあ投げるところも取れるところだったらいいよと。あ、よくね、こう相手の胸を狙ってとかまあそもそも難しいんじゃないかとね。まあ、狙うのはね、狙うのは狙える、狙ったらいいと思うんですけど、うん、まあ、正直なかなかね、そうね、バシンバシンと、はあ、取れるところに行くのだって難しい、うん、ところなんで、うん、もう大体ビョンとかね、うん、バンバン行ったりとか、うん、あの高橋さんもあのボール拾いされてましたけど、ああいうことになるので、うん、まあ、そういうものだと、はい、もちろん当然のように教える側がまずその心の持ちようも大事ですよね。こうイラッとしないとかね、あのできると思うからそうそう、すぐできると思うからイライラする、はい、まあ、それは確かにそうだな。そうですね、でもじゃあね、自分たち送られた時にね、いや、じゃあそうですよ、1年生、2年生、3年生の時にバシバシ投げれてたんだと、もうみんな忘れてますからその時のことね、やっぱそれはね、ある程度こう長い目で、ね、うん、うん、まあ、それはちょっとね、5年生、6年生になってあっちこっち掘ってたらちょっとね、ね、もっと そこを集中してやらないといけないかもしれないですけど、うん、まあまあね、本当はそういうね、体格が小さいとか、はい、始めたてのね、はい、お子さんだったり低学年のね、お子さんだったら、ね、まあまあある程度ね、こう失敗することは当たり前という前提で、はいはい、まあしますしね、でもともとねそのチーム入るまでキャッチボールしたことないっていう子が大体今どき来るので。あ、昔と違ってね、はい、昔は遊びは野球だったから、もう友達とキャッチボールは終わってるっていう子が入ってくるんじゃないので今本当に何もまっさらな子がね、あ、そうです、そうです、野球
もチームに入ってきますからね、はい、だからまあ時間はね昔よりも時間かかると思うんで、うん、もう本当にこう長い目で、ね、見てあげるといいんじゃないかな。どうしてもね、こう言いたくなるのは分かるんですけどね、あれもこれも、あれもこれもっていう、そうです。でも、言われてるね、子供さん側からすると、消化しきれないんでね、そうですね。うん、前、この間こう言われたけど、次は、まだできてないのに、次のステップ行くねや、みたいなね。大体次の日忘れてますから、そうそうそう、まあ、大人でもそうですけど、次の日忘れてるんで、まあ、毎回同じことを言い続けるっていうのが、うん、何年か続くっていうことは、もう、ただあることなんで、うん、そうです。はい、それぐらいのスパンでね、見ていただくと。スパンと、この気持ちの持ちようとは、はいはい、まあ、ぜひね、はい、大人側でこう、ね、コントロールして。どちらもストレスなく、そうですね、楽しんでもらうのが一番だと思うんで。大人がストレス感じて、それをパンって言っちゃうとね、高橋さんもおっしゃるんだけど、楽しく、やっぱり子供たちも、意欲も、はい、なかなか出てこないし、やる気もね、そうそうです出てこないし、はい、それ注意ばっかりするとね、あんまり楽しくなくなってくるんで、はいはい、そのあたりはぜひね、はいはい、大人側で、まあ、これは親子でキャッチボールするときも一緒だと思いますけど、もう特にね、はい、特に親子のときは、ね、自分の子供になると、はい、遠慮なくなるんで、はい、そうですね。で、まあ、今回ちょっとね、グラブが合うというか、そこを重点に置きながら、そうですね、うん、はい、こう、指導してあげると。うん、まあ、まあ比較的ね、はい、少ないアドバイスで、はい、こうコントロールが定まってくるんじゃないかという、はいはい、高橋さんの指導方法でした。ぜひ実践してください。そうですね、はい、はい、で、まあ、また質問等あれば、はいはい、コメントをいただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ましたらコメントください、はいはい、では今日は以上で終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。